次今日もよろしくお願いいたします。大家好，我是陈静，今天也请多多关照。はい、今日の内容は、外白腿、そして烏龙盘打、繰り返して練習していきたいと思います。今天的内容是外白腿和烏龙盘打这种反复的训练。这是今天的内容。この、外白腿、ね、皆さんもご存知で基礎的な基礎中の、腿法、非常に大事な腿法、ね、外白腿、うまくできて、やっといろいろ組み合わせ、あと外白、ジャンプ中の外白連腿、腾空外白連腿、すごいうまくなっていく。いけれる、ね、今のその外白腿、うまくいけなかったらその腾空外白腿もきれいにできないんですね。だからすごい大事です。あと烏龙盘打、烏龙盘打は腰使って、そして肩も使って、カンフの中にもこの腰法と自分の、打て使う動き、重要な動きにもなります、ね、すごい上半身全部使いますので、すごい、華やかですけれども、結構、ね、上半身の柔軟性とか吸引性高くなってきます、我们都知道外白腿是基本功里面的非常重要的一个腿法，这个外白腿如果做不好的话，我们这个套路里面很多动作，也是会受到很大的影响，而且最受影响的是腾空外白腿，我们的这个，弹跳动作里边的腾空外白腿非常受到，很大的这个影响，所以，这个腿法非常重要，我们的烏龙盘打。大家更是知道烏龙盘打是上从腰部以上的一个、全部都需要一个很好的协调性和柔韧性的一个动作、就是我们的腰法，腰部的腰法，包括、我们的这个手臂的动作展不展得开，都卡卡哇都非常就是、有关联，所以、这个动作如果做好的话，非常漂亮，让我们有一种优雅的感觉，而且、还非常有、武术里边的这个、非常怎么说呢、有一种帅气和美的感觉，所以这两个动作、在我们武术里面都非常重要，今天我们一起去做一下。はい、それでは今日よろしくお願いいたします。好，今天就开课了，请多多关照。はい、じゃあそれでは行きたいと思います。まず2本どうぞ見てください。好，现在我先做一次示范，请大家看一下。这是今天的动作，これは今日の動きになります。外白腿，那烏龙盘打，この2つの動きになります。はい、それでは一緒にゆっくりやっていきます。好的，那现在我们就慢慢的一起做一遍。先做外白腿，来，两手放于自己的身体旁边，立着，来，両手、肩ぐらいの高さ、体の横を置いて、手の指先上に向いてください。左の足一歩を外白外回って、はい、右の足上げながら突き。手回して回して、はい、後部、そして両手、つまり左の手右の手の
甲の上に置いて、そして中心後ろ移動してから足後ろ下がってもう一回戻ります。そしてこうやって繰り返して、はい、そして上げて下ろすパンダ、はい、もう一歩下がって、ね、何回でも行きます。はい、そして場所取らないんです。我们就这样子连续可以进行训练。然后你看，是咱们这个脚往后退，所以一直可以原地在做这个动作。好，现在我们再一起做一次。嗨，左脚前，右腿，然后画圆锥，做外摆腿，右脚开步。然后我们做乌龙盘的，そして然后弓步，左手放在右手的这个手背上，哎，撤步以后还原，这样子我们一直来反复的可以进行训练，而且不用太大场地。この感じでね、一歩下がることによって場所もそんなに取らないので。繰り返して練習することができます。それでは、ちょっと普通のスピードで皆さん3回連続していきたいと思います。好的、现在我们用刚才是慢慢的大家做了一遍，现在我们用快一点的速度大家来做三组。好，用意していただいて、はい、準備好了。よい、一、二、三、はい、二回目いきます。第二次、一、二、三、はい、最後一回、最後一次、一、二。終わりました。3次終わりました。クリアで3回だけじゃなくて何回でも繰り返して練習したらいいと思います。そしたら股関節とか腰、肩の協調性と柔軟性、あと支えてるの足のそのバランスの能力も練習することができます。经过我们这个反复的训练，今天我们练了三次，也可以更多次的进行训练，然后也不用那么大多的地方。经过反复训练以后，我们的这个髋关节、还有腰部、还有咱们的臂部、肩部都可以得到协调性练习，还有柔软性的这个动作的这个练习。然后我们的支撑腿的这个平衡力也可以得到一些。強化訓練。はい、それでは今日もありがとうございました。那今天也谢谢大家。はい、また明日、明天见、バイバイ。